イギリス政府は2回の新型コロナのワクチン接種を完了した人に対して、一部の国を除き海外への渡航の再開を認める方針を示しました。イギリス政府は24日、感染リスクが最も高いブラジルやインドなどレッドリストに指定された国を除き、2回のワクチン接種を終えた人は海外への渡航も認めると発表しました。 イギリスに住む人がレッドリスト以外の国から入国した際の隔離が不要になるということですただ渡航先からの出国前とイギリスへの入国2日後の検査は引き続き必要となります子どもやワクチン接種を受けられない人へのルールなども含め詳細を来月公表するとしていていつから適用されるかはまだ分かっていません イギリスでは23日までに成人人口の60%がすでに2回のワクチン接種を終えています。